一つ聞いてもいいか、翔平君。あんた、なんで呂不韋を裏切ったんだ。正直あんたが奴の反乱を暗号文で天に知らせなきゃ、政は負けてたはずだ。私も中華を滑ることを夢に描く男の一人だ。そして現秦王はその夢を預けるに足る器の王だからだ。